あら、星野みなみちゃん卒業ね。まあ <laughs>、なんかさ、あんまりあれだよね。今までさ、スキャンダル何回か出てたけど、許されなかったよね、星野さんって。なぜか知らんけど。いや、まあこれを良しと思うか、悪しと思うかは、もう本当に個人で、 あの、いろいろ思ってくれて構わないんだけど。なんか個人的にはね、え、でもなんかね、卒業は、え、でも俺ぶっちゃけ星野さんさ、卒業して何ができるかなって思って、あんまり思い浮かばないんだよな。まあファッションブランド立ち上げてとかっていうのも、できるっちゃできるけど、まあ都会って YouTube 始めますってなっても、って感じがするし。芸能界引退ってあるからね。でもまあなんか星野さん卒業したがってる感は正直あったな何回か。 いや、あのね、これ、俺が勝手に思ってること、中途半端な人ってさ、何も残せなかったりするわけじゃん。で、あの、俺さ、正直、いつだったっけあの、設楽さんがさ、なんか怒ってた時のやつあったじゃん。あの、乃木中で選抜発表の時に、星野さんが、私にはなんか、強みがなくないのによく選抜入れるねって言われて、みたいなって、あったじゃん。あれさ、 あれさ、正直、ぶっちゃけ感じてるよ。星野さん。強、強みって言い方変だけど、武器になるものがあんまないんじゃないかなって俺結構感じてたのよ。俺も結構それ感じる人間だったのよ。俺の武器って何なんだろうって結構思っててさ。まあその配信業とかそういったものにもおいても、 あれ俺の武器って一体何なんだって思うこと結構多くて例えばゲーム大してうまいわけでもないのよエイペックスとかさ例えばちょっと名前出しちゃうからあれかもしんないけど渋原さんとかあと同い年のアレルさんとかああいう人みたいにめちゃくちゃうまいかって言われたら絶対そうではないしまあ多分やってる量が違うっていうのもあるんだけどさでバロとかもうまくなれないしでそんな俺がさゲームの配信とかいろいろしててさ何がいいのかなって結構思うのよ だから最近はなんか、そういう、ちょっとエンタメ系なことを取り入れて、いろいろやってみようって思って、だからこういう企画とかも、ちょっとやってみようと思ったし、いろんな人とコラボをちょっとしたいなと思って、今いろんな人に声かけて、いついつやりましょうよとか、いついつ何かしますよ,よみたいな感じでやってんだけど、自分の強みが一体何なのかっていうのがわかんないんだよね。で、そういう俺から見てても、星野さんの強みって何なんだって見た時に、ま、可愛いっていうのは、 一個あるかもしんないけど、他のメンバーに飛び抜けて、例えば声だったりとか、まあ、いろんな仕草だったりとか、あるかもしんないけど、で、他の、なんだろう、面で見た時に特にないなって思って。で、俺一番思うのが、そういう人が卒業した時って、卒業した後、芸能界に残ったとしても、引退になったとしても、何ができるのかって結構書かれちゃうんだよね。だから難しいと思う。 俺はね、だから本人的に何かやろうと思って、もちろん星野さんのファンとかも、例えば大園さんの時みたいにさっきも言ったけど、ファッションブランドを立ち上げますってなって、みんな買ってね、みたいな感じになって、まあ、出して、あのやってっていう風な感じであると思うし、例えば YouTube 始めるにしても YouTube 始めるで全然いいと思うんだけど、何があるかなってちょっと考えちゃうよね。ちょっとだけ。 星野さんみたいな人が、じゃあ難しいと思う。俺は。まあ、ちょっと世間の反応を見てからだね。とりあえず今卒業っていうワードを聞いたファーストインプレッションはそんな感じ。俺の中で。でか俺 <laughs>、ちょっとさ、思ったのがさ <laughs>、星野さんのさ、卒業発表したブログあるじゃん。あのブログさ、冒頭にさ、ちょっと長くなるかもしれないけど最後まで見てねって書いててさ、 最後まで読んだのいや、短って思った。<laughs> これで長いって思うのかと思って。あのー、なんだろう、他の人とかだったらさ、まあ、告知とかそういうのも挟めば長くなっちゃうかもしんないけど、例えば、久保さんとか、ベースで長いじゃん、クソ長いじゃん。で、あと、まあ何かしらのことがあったら、こう、いろいろ文長くして書くかもしんないけど、結構、俺、ブログの量としては、普通の文量かなって思ったんだよね。あれ。 だからそんな長くねえじゃんって思って。